こんにちは今回は古宮を見渡すことができる場所経山公園をご紹介します経山公園は故宮の北側出口である神武門のすぐ向かい側にあります実はここ今から600年以上前明の時代に古宮を作った時に出た土で作られた人工の山なんです古宮のスケールの大きさが分かりますね山頂にある満春亭からは先ほどのように古宮を見渡すことができます 経山公園に入るには、チケット窓口でチケットを購入する必要があります。窓口の前は簡単に通路が区切られていて、観光客は A の通路を進んでチケットを買います。購入の際はパスポートを提出する必要があります。4月から10月までは6時から21時まで、11月から3月までは6時半から20時までと営業時間が少し違うのでご注意ください。チケットは2元、約40円です。チケットを買ったら係員に見せて入場します。 こちらが入ってすぐの様子。一番高いところにある満春亭に行くには、右へ進みます。ここからはチケットの裏面にある地図を使って説明します。希望楼や満春亭が見えた入り口から、回り込むような形で右側に進んでいくと、このような案内があります。少し見えにくいので説明すると、上り口まで左に70メートル。米はメートルの意味です。 案内通りに入って進むと、登山口が見えてきます。ここからは、上り坂や階段がしばらく続きます。坂を登って最初に見えてくるのが、終章亭です。そこからさらに登っていくと、観妙亭。さらに登っていくと、目的地である満春亭に到着です。近くからだと全体が見えづらいですが、満春亭も立派な造りの建物です。南側に回ってみると、古宮を見渡すことができます。 手前に見えるのが、古宮博物院の出口である神武門古宮以外にも、この特徴的なドームのような建物は、国家大劇院この大きな建物は、人民大会堂これは、中国国家博物館写真には写っていませんが、この2つの建物の間にあるのが天安門広場です天壇公園や北京駅などもこちら側にあります 万春亭南側の足元にはこんなものがあります。北京城中心点と書いてありますが、かつて故宮や京山公園を含めた北京の町の中心点がここだそうです。ちなみに門で囲まれたこの形は地下鉄2号線になっていて、それぞれ駅名として残っています。北側の景色です。少し視界が悪いですが、手前に見える大きな屋根の建物は受講殿。 その奥に見える建物は時間などを伝える太鼓を鳴らすための鼓老。鼓楼までの大通りは治安門大街です。左右に見える立派な屋根の建物は治安門大街の一部です。写ってはいませんが、北側には北京オリンピックのメイン会場である国家体育場、通称鳥の巣。右側には地団公園、左側には京王府博物館などの観光スポットがあります。東西は登山道になっていますが、 西側には北海公園が見え、夕方には日が沈むのを見ることができます。早朝、公園の開園と同時にすぐに登れば、東側で日の出を見ることもできました。このひときわ存在感のある建物は、中国村といって、北京で一番高い高さ528メートル、109階建てのビルです。平日、金曜日の早朝だったからかもしれませんが、人も多くなく、ゆっくりと日の出を楽しむことができました。 日が昇って完全に明るくなった直後の呼吸です。まだ7時前ですが、すでにバスがたくさん集まっているのに驚きました。帰りは反対側の道を通ると、集法艇やフラン亭も見ることができます。階段を降りて南門から出ると呼吸が見えます。入場はできませんが、朝日に照らされた格楼などを見ることができるので、時間がある方は少し散歩してみるのもおすすめです。今回は、 呼吸を一望できる契山公園をご紹介しました。夜には呼吸がライトアップされるのかと期待していましたが、ライトアップはなかったので、小さなお子さんがいる場合などは足元が見えにくくなる前に早めに降りた方がいいかもしれません。以上、皆さんの旅のお供に、D ラボチャンネルでした。